バナオさんはお怒り。バナオさんが剣をディスっている。バナオさんが剣をディスっています。さあ、戸塚先生は、はっきり言って、まあ、アレックスさんはまあ、ウォーミングアップみたいなもんだったので、動いてましたが、かなり。そうですね。まあ、これもまた剣がなかなか、全然、眼有利とは言えないカードというか、まあ、5分ぐらいですかね、これね、わかんないけど。完全にバナオさんがお怒りです。バナオさんがお怒りです。5分なわけねえだろって切れてますね。ちなみに一文字は、まあ、まあ、当たっても単発ダメージなんですけど、飛ばれると死亡っていう、まあ割と、あんまり、まあ触れるキャラと触れないキャラいますよね。うん、アレックスにはやっぱあんま触らないですね。アレックスにはちょっと振ってる人はほぼいないですね、あんまりね。うん、よほど安全なところじゃない、なんか、うん、絶対来ないなって確証があったら、まあ、そうですね。振ってもいいけど、基本的に打つ技ではないですね。うん、さあ、カエルさんの中和信頼の振り。おっと、ここは中和勝利さんの赤穂の精度が出た。今のはあのキャンセルレンジに負けちゃう、キャンセルエレクに負けちゃうから生勝利を打たなきゃいけないはずなんですよ。はいはい、ああ、なるほど。中和勝利にしたけど、はい、中和勝利じゃ負けちゃうじゃないですか。まあ、あれじゃないですか、あの赤だから打ってこねえだろう的な読みじゃないですか、やっぱり。うん、なかなか赤穂を確認して、勝利とか陣内パナスのってるちゃんと意識しないと難しいですよね。まあでもまあカエルさんやりそうだなみたいので打たれることを考えたら安定の弱勝利打てば、はいはいはい、赤風呂されてた、あ、じゃあ、エレク出されてたらああいう内から、まあ、上りエクサツマキ、はい、じゃあ打ちとかできるし、うん、まあその辺はまあ、メイン とサブのあれが出たんですかね。うん、まあ、というより、まあ、元気心のこう人読みというかそこの辺のあれじゃないですかね。うん、あ、中盤陣内長出ますね。できる、これはできる。さあ、カエルさんカメラでカエルさんがあのボタンをターンってしてますよ。ターンって。